松本の矢番ですと3曲、ドラはローピンです。さあ松本、この半チャンでも自身の優勝を確定とさせられるか。そうですね。はい、手配はどうだ。マッツが多い、多いよ。進出とか決めたらでかい。本当に形はめちゃくちゃ悪かったですよ、マッツ。多かったけど量はあった。量はあった。量がある以上です。量はあった。あ、いいですね。矢島さんよかったですね。あ、でもみんなマンズ多いから結構進出厳しそうですね。こいつはまあ字の力を使えばいけそう。字の力、はい、矢島の手がいい。ポジティブに考えたのが生きるかもしれないですね。全員流したいで間違いないですよね。おやっかおりさせたいとかですよね、松本に対して。いや、流したいというよりも、はい、まず矢島とかはもうトップが必須なんですよ、うんうんうん、なんでせっかくのチャンス手を安く上がるっていうことができないんですよね。だからもう面前で仕上げたり打点があるような話じゃない。あ、聞きます。拒否。言ってみたらもう3巡目に、はい、もうこういうイメージです。はい、分かりやすいことをすぐしてくれましたね。はい、だからもともとベンチストっていう受けはなかったと、はい、考えてますね。記憶から削除してる。はい、うん、すごい勢いで切りましたね。なんか解説そんな触ってなかったかのように、うん、もうなんかチーズを引いて、なんかもう怒りをこう表すかのような高速のつもり。今の怒ってたんですか。こんなもん全然何も求めてねえよっていう感じでしたね。はい、いや、すぐに解説通りに、はい、反応してくださいました。さあ、狙い通り。一発ツボだったけど、でも、まあ、しょうがないですよ、でも、こんなの。もう一声欲しいですもんね。はい、今一発なら、それはそれでよかったですけど、まあ、ね、準備は早いし。メンタンピンツボの方でもう一回一発ツボ、はい、できるかもしれないんで、しかもドラ1で、うんうん。はい。なんかすごい手役狙ってる人みたいになってますね。はい。しごろとか差しごに、こうやって時間かけてるうちになるかもしれないです。小山チュン泣きませんでしたね。なるほど。このポンせず、あ、え、ってかマンズ、いやでもさすがにマンズは無理。1、2、2、4、4、5の部分が。マンズは無理、うん、あの。もう枚数が足りないんですよね、うん。そう。小山は本当にフォーム崩さないですね。うん、あの決勝でも変わらないですよね。うんうんうん、この親は結構流したいとこでしょうけど、この形からは泣かないよと。でもらしさですよね、ね。ね、なんか来てる。なんか来てますよ。チートイツ。縦ならいけるか。メホチートイツ。ドラドラだ。うん、お、うちらまたチャンスだ。これサーピン切りますか。もうドラ固定。はい、うん、いいシャンテンです。きた、ドラ切った、ドラ切った。さあ、育てた甲斐があったか、はい、これでツボウラハネマンですからね、はい、いや、これもう目に見えて7、8匹落としてるの皆さん分かってるはずなんですよ。まあ、ただあのチーソパスがね、どっちかチーソパスを切った瞬間にチーソパスを引いてるかもしれないんで。あ、そうか、手出しだから、はい、それは分からないですね。そうか、普通に考えたら987と落としてるとは思わない。スライドとかね、8と7が、はい、さあ、うちは困ってますが、はい、まあ無視しますか。うっぱび待ち。これ矢島ハネマン積もるともう執念、はい、執念のトップラスできるかもしれない。ができるかもしれない。トップラスが濃く見えてくる、はい、さあ、どうだどうだ。これはまあもう喧嘩したくないですね。いや、勝手にやってくださいですよね、うん。松本さんがおやっかぶりしてくれるならそれはそれでってことだし。内田さんは？内田はドラドラなんで降りたくないです、本当に。戦いたいのか。はい、だってソテンが欲しいんですもん、ただのトップじゃなくて。そうですよね。うん、まず優勝するために、当たり前なんですけど4人でね、うん、やってるんで、うん、プラスじゃなきゃ優勝ってないじゃないですか。間違いございません。はい、供託がもう何十本とか出てない限りは。行こう。リーチか。行こう。行く？行こう。シャンポン？ローピンと？相性はいい。相性はいい相手。ブレー。言い方がブレー。ウッパーピンがめちゃくちゃいるんですよ。なるほど。本当だ。山子いません？これ逆8000ある。ローピンローソは1枚しかないですね。これね、矢島はね、うちだから8000はあんまり嬉しくないんですよ。全然嬉しくないですね。積もりたい、積もりたい。やったー！あー、そう、裏、裏。矢島、執念の積も。裏は？乗ってない。ペンタンピン積もドラ。裏乗らず2004戦でも松本の親っかぶりだ、うん、並びはできてる、並びはできてるぞ、うん、ジャンゴが意地を見せる、はい、そんな気持ちがかなり伝わる、あの急走を外しからが、うん、もう怒ってました。怒ってました、うん、完全に怒ってました。今じゃないんだっていう。これが欲しいのは、うんうん、もっと上がりトップの時とかに来いと。そうですよね、うん、すごい伝わりました、うん。